ジオ。ボルルインスタイリッシュガール。すみません、笑っちゃいました。今回はロングアイアン。でも6番までしか持ってないぞ。ロングアイアンのポイント、変化するポイント、まあ、言ってしまえばですね、大きく2つ変わるんです。2つもあるんですか。ショートアイアンの時に近くなると前傾が深くなるということは、長くなると今度は起きてくるわけです。ボールと離れた分ですね、はい、当然ボールとの間隔が遠くなると若干不安になるんですね。やっぱり、ちゃんと当たるかどうかっていう点もありますし、クラブが上から入ってくるっていう要素が少し減ってきますので、若干クラブの軌道が少し横振りになってくるんです。握ったクラブによってですね、自分でちょっと意識をしてみてください。これを自分の意識を持ってやることによって、正しい角度に入ってきやすくなりますので、ちょっとお試しください。ロングアイアンを打つときに、私って結構背筋とか全然気にしなかったんですけど、まあ、思ってるよりも浅くで、どっちかっていうと横振りの気持ちで打つことが大切だっていうことが分かったので、練習場で打ってみたいと思います。